これにしよう。うん、なんかいい味出たらいいなと思って。はい、今日の最後は、はい、中本ゆきのさんの次回という曲で終わりたいと思います。リクエストありがとう。カッコつけてるだけで何も一人きりじゃできない。過去を過ぎたようで優しさは弱さの言い訳なのよ。葉っぱかけてあげる、逆立つけてよ。やわな生き方を変えられない限り限界なんだわ。坊やイライラするわ。すぐに愛を口にするけど、何も解決しない。ちょっと甘い顔をするたびにつけ上がるの悪い癖だわ。優しいだけじゃもう物足りないのよ。今の男の子みんな涙見せたがり甘えてるわ。やめて、冗談じゃない。この辺でギリギリよ、もどかしいわね。救いようない人ね、悲しくなるのよ。私好きならば方法あるはずよ。でなきゃさよなら。葉っぱかけてあげる、逆立つけてよ。やわな生き方を変えられたらきっと好きになれたはず。坊やイライラするわ。え、やっぱ低かった？声。なんか今ね、ショールームで不具合が起きてるらしくて、カラオケが低い声になるんやって。私は普通に聞いてる中では普通なんやけど、なんかそれを通じて皆さんが聞いとるやつが低くなっとるらしいんですよ。まあそれを知りつつ低くなったら味が出たらええなっていうリクエストをいただいた中でこの曲にしました。中森明菜さんの実会という曲でした。ありがとうございました。いつ治るんやろな。また明日も配信、もう12時やけど、今日かも。明日も配信しますので、よかったらまた見に来てください。今日もありがとう。またね。5、4、3、2、1、おやすみ。また明日。